その日に決めました。その日に決めました。そうです、ね、スプーンのダウンサスとダンパーのキットで、はいはい、なんすかフルバケですか。すごいホンドアタじゃないですか。うわ汚ねーとか言ってノイズが少なくなりました。それね。この動画は低クオリティ低画質でお送りします。竹千代 FK7 の世界へようこそ。竹千代でございます。動画を見ていただきありがとうございます。今回の愛車紹介はこちらの黒いオレンジラインの入った素晴らしいシビックさんでございますよ。じゃあ早速オーナーさんに来てもらいましょう。オーナーさんお願いします。はい、おかりおちゃんになります。あ、はい、あちらですね。そうですね、はい、ということでカッキーさんに来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。すごい、もう見た感じ、はい、めっちゃオレンジ。そうですね、光ってますね。はい、趣味でやられたんですか。いや、買った時からです。あ、買った時から中古で、中古で買ったんですけど、はいはいはい、オレンジライン入ってて、はい、まあ、最初はどうかなって思ったんですけど、実物を見たら、はい、いいじゃん、いいじゃんって思って、はい、その日のうちに決めちゃった。買いますって電話しちゃいました。即決って。そうですね、見に行ってからは即決ですね。それまではまあ悩みましたけど、はい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 、はい、ということで、まあ、カッキーさんもお気に入りのオレンジラインの黒いシビック FK 感じゃったということで、オレンジラインの入った黒いシビックさん FK7 を紹介していきたいと思いますので、最後までご覧ください。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はいまあ、私ずっとマニュアルに乗ってたんですけど、ある時ちょっとオートマに乗り換えて、はい、2、3年ですか、2年ぐらいか、はい、乗ってたんですけど、やっぱちょっとマニュアルに戻りたくなって、うん、で、まあ、ちょうどその時子供が生まれてたので、はい、ファミリーで乗れてマニュアルで楽しい車っていうのを探してたんです、ね、はいはいはい、で最初シビック全然知らなかった。あ、知らなかったですか。知らなかったです、今シビックこんななんだって。カーセンサーとかであの6速 マニュアルとか検索入れるじゃないですか、はいはいはい、その時にはちょろちょろと出てきて、まあ、トヨタのカローラとか、はいはい、まあ、あとはスイスポとか出てきた中で、はいはいはい、ファミリーが乗れる広さがあって、まあ、それなりに速そうで、はい、楽しそうな車っていうので、うん、シビックに絞って、はいはいはい、でそこからシビックで検索しだして、で最初は新型のシビックに乗りたかったんですけど、はいはいはい、見積もりを取りに行ったら、はい、まあ、ちょっと高くて、高い、私には手が出なくてそれで中古のシビックを探して、うん、まあ、たまたま本当に本当たまたまこれが引っかかって、はいはい、見に行ったら、はい、かっこよくて、うん、その場で決めました。あ、その場でじゃないその日に決めました。その日に決めました。そうですね、その日に決めましたね、確か、はい、じゃあもうほぼほぼ初っ端の1台目っていう形になるんですか。あ、そうですね、見に行ったのは本当、はい、FK として見に行ったのはこれがそうです、最初です。へえ、はい、ちなみに買った年月っていうのは、おととし2022年の夏、はい、22年、はい、7月ですかね、確か。へえ、はい、お子さんとかっていうワードが出てきたんですが、はい、ご家族で今住まれてると。そうですね。どうですか、ファミリーカーにも向いてると思いますか。向いてますね。向いてますか、はい、いやいいっすね。トランクが結構広いので、はいはい、荷物もたくさん乗りますし、はい、シートも、うんうん、まあ、広いですし、はいはいはい、うん、全然、うん、苦労ないですね。なるほど、うん、さあフロント周りは。そうですね、まあ、まず、はい、このオレンジラインはもう、はい、なんていうんですかね、まあ、全体的に入ってて、ホンダアクセスのホンダの、純正って言えばいいんですかね、はい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 、がもうフルで中も外も入ってます。フロントは、まあ、ブラックエンブレムと、はい、あとはフォグランプがオデッセイ純正のフォグランプにランプを変えて入れてますね。このフォグランプはご自身で交換されたんですか、はい、あ、そうですね、竹城さんの動画見て、あの、あ、これなんか俺でもできそうだなって思って、はい、動画何回か見て真似させてもらいました、はい、簡単にできましたか。簡単でしたね。結構簡単でした。あの、はい、ここでしたっけ、あのピン最後、あ、はいはい、あれだけは大変でしたけど、はい、まあ、でもそれも何とかできましたね、はい、これ、あの、あるあるでハーネスを買い忘れたとかそういったことはなかった。あ、それはもう、あの、皆さんの拝見して先に知ってたんで、はい、あの、ちゃんとディーラーで取り寄せてからやりました、準備しました。いや、いいですよね、やっぱ明るくなっていいですよね。そうですね、私やっぱあの黄色いランプがどうしても良くて、最初は純正のにフィルムを貼って黄色くしてたんですけど、はいはいはい、やっぱ光量欲しくなっちゃって、はいはいはい、
これ純正のフォーグランプはもうなんか暗いなっていうイメージあったんですが、そうですね、やはりカッキーさんもそこは感じたりとかしますか？そうですね、暗いなって思ってましたね。まあなんかライト自体そんなに明るいなって思ったことがないんですけど、うん、まあ別に暗いなともないんですけど、はいはいはい、フォグは暗かったですね。なるほどなるほど、はい。あとは 色褪せちゃってますけど、はい、スプーンのワイパーが、あ、スプーンのワイパー、はい、本当だ、すごく色褪せちゃってるんですけど、この色褪せ感がかえって味を出してていいんじゃないですか？あ、そうですね、はい、中古で安くゲットしたんで、うん、もう最初から色褪せてて、はい、あの黒くするなんか液体買ってあるんですけど、はいはい、ちょっと塗るタイミングなくて、そのままにしちゃってる。いや、もうこのままでいいんじゃないですか。みんなのスプーンさんはこうなりますので、はいはい、あの買う方は覚悟してから買った方がいいと思います。これが慣れの果ての姿でございます。必ず劣化します。フロント周りはね、やっぱりこのオレンジ色のラインがすごい特徴的ですよね。そうですね、全体的にもうこれが、はい、主役みたいな感じですかね。そうですよね、はい、あの遠くから来た時にすぐ分かるって言われました、はい、目立つって言われました。めっちゃ目立ちますよ。だってただのオレンジベタ塗りにじゃなくて、ちょっとラメがこう、あー本当だ、入ってる感じが、これが個人的には好きで、よく見ないと分かんないですけど、確かによく目を凝らしてみると、あーラメが入ってる入ってるみたいな感じで、よく分かります よ、 すよ、ね、あ、これいいですね、はい、知らなかったらただのオレンジみたいな感じになっちゃうけど、ここは多分ただのオレンジですけどね、うん、あ、ホイールマリンですね、はい、これもなんか貼るタイプなんですかね。いや、これ貼ってないんですよ。これこれ別にシールじゃないんですよね。そうなんですか、はい、あ、じゃあなんかこのホイールごとなんかセットになってるっていうか、あ、もうこれもそのこのシリーズっていうんですか、はいはい、のホイールです。はい、専用、もうそうですね、多分これやる人じゃないとこのホイール買わないでしょうねっていうぐらいですよね、このデザインは。そんな気がします。なんかパッとに後で貼れるのかなって私も思っちゃっていたんですが、うっすらとオレンジ色も入ってるっていうのがまた味噌だなって感じがしますよ。そうです、こんな仕様なんですね。そうなんですよ、ちょっとびっくりした。でさらに、はい、このサイドマーカーあるじゃないですか。あ、はい、これも変えてらっしゃいますか。そうですね、これあの、はい、あの中古で格安で、格安で大体中古で格安なんですけど、ちなみにお値段はいくらでしょうか。2000円ぐらいだったと思います。めっちゃ安くないですか、はい、3000とか4000、はい、はてまた8000とかね。あ、そうですね、高いやつだと。そうですね、はい、これ多分あの中某国の某国の某国の、はい、最初、ええ、買ってつけたら、はい、浸水して、雨じゃなかったんですけど、はい、高圧洗浄かなんかでやられた時に、水浸しになっちゃって、はい、一回乾かして、はい、コーキング自分で適当にやって、はい、そこからは大丈夫ですね、はい、問題なく。やっぱ某国のやつはちょっと加工してあげないと。そうですね、ダメかなみたいな。まあでも純正でも水浸しになる人いますもんね、うん、いますね、はい、さあ皆さんさあ皆様、パッと見お分かりになる方は分かるとは思うんですが、だいぶ車高が下がってるイメージでございますが、カッキさん何か入れてらっしゃいますか。そうですね、スプーンのダウンサスとダンパーのキットで入れてます。ショックの方も変えてるってことですね。そうですね、スプーン製のショック、まあ、スプーン製じゃないか、茅場製か、はい、あ、茅場の。そうですね、茅場のをスプーンがチューニングしたと言われている、はい、そんなのあるんですね、はい、すごいですね。だいたいあのスプーンのダウンサスだけを入れていらっしゃるという方が多いのかなってイメージがあるんですが。そうですね、はい、どうですかその走りの面とかは。走りはめちゃくちゃ良くなりましたね。良くなりましたか、はい、あの山行ってめちゃくちゃ楽しいですし、はい、まあ、街乗りは全然不快じゃなくて、もう子供寝ますし。あ、お子さんも寝ちゃうぐらい。寝ちゃいますね、全然寝られますね子供。マジですか、はい、じゃあ私も後で寝ていいですか。そうですじゃあ荷台かなんかに乗って。あ、荷台ですか、わかりました、荷台に乗せていただきます、はい、やったぜ、スプーンで荷台はどんな感じになるのかめっちゃ楽しみだわ。サイドのオレンジもちょっと見た感じ結構太いですよね。あ、そうですね、結構しっかりこう主張する、うん、感じですよね。そうですね、そう、それがねちょっと個人的にびっくりしたなっていう点がございます、うん、リアの方、リアはなんだこれ。そうですね、リアはまず目引くのはロッソの、はいはい、マフラーカッターですね。マフラー純正でカッターだけが、はい、これもあの中古で買った時からついてたんですけど。そうなんですか。そうなんです。ですけどロッソのこの色って見たこと他になくて、はい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 、でこのオレンジのラインと、はい、このなんとなくオレンジに光ってるというか、はい、このロッソのカッターはすごく好きで、
パッと見、あ、なんだろう、マフラー入ってんじゃん、すげえじゃんっていう感じがするんですが、実はマフラー買ったと。これマフラーとか変えたいとか気持ちないんですか？マフラーは最初変えたいなと思ったんですけど、はい、まあなんか子供が寝なくなったら嫌だなとか、あとはちょっとご近所さんの、はい、まあ兼ね合いもあって、まあ、金別にうるさい人がいるわけじゃないんですけど、はい、まあなんかこう目つけられたら嫌だなと思って、まあ、そのままですね。そうっすか。はい、まあ、でも意外と FK いい音しますよね。しますね。純正でも、はい、結構ずぶとい音というか、はい、低音が結構するかなっていうイメージですね。なのでまあ、はい、そんなに不満ではないです。不満ではないですか、はい、なるほどなるほど。あとは、まあはい、これが後期型に変わってます。あ、なるほど。あ、すいません、はい、皆さん、カッキーさんのお車実は前期型のお車でございまして、でリアのディフェンサーの部分を後期に変えてるという形で、そうですね、純正の後期にここだけ交換してもらってます、はい、なるほど、はい、これ交換なんでしちゃったんですか？これはとある事件があって、はい、その事件の保証で、はい、ここがこのようになりました。ああ、なるほど、はい、まあ、多分このシルエット、カキさんのグラサンとマスクを見ていただけたらいいんじゃないかなと思いますねどっかでやっちゃった。 逆です。あ、逆、もらった方です。もらった方です、はい、やっちゃった方じゃなくて、やっちゃった方じゃなくてさあ、そして上の方に行きましょう。そうすると何やらエンブレムも変わっておりますね。そうですね、このブラックエンブレムはやっぱ黒だったんで、どうしてもやりたくて、はい、こっちは両面テープだけなので、まあ、自分で剥がして、はいはい、つけました、はい。ちなみにカキさん、この黒あるじゃないですか、はい、名称わかりますか？何々ブラックと。知らないです。知らないですか、はい、これはですね、なんちゃらブラックですなんか車体が黒でオレンジラインが入ってて、はい、銀っていうのが個人的には少し浮いてる感があって、はいはいはい、なのでブラックにしたいなって思ってたんですよね、はいはい、センスいいじゃないですか。ありがとうございます。こうなるともうシュッと統一感が増してね。そうなんです。なのでここも、はい、ブラックで、これあれ、リアワイパーついてないじゃないですか。リアワイパーはいらんの で、いらんですか。取っちゃいましたね。これあれですよね、昔のゲームセンターとかにあるスティックですよね。こういうスティック、まあ、どっからパクってきたんですか。これは、はい、そうですね、オートバックスかなんかで1000円ぐらいでパクれたんで、パクれたんですか、はい、1000円払ってパクってきましたちなみにリアワイパーの取り外しっていうのは簡単にできるものなんですか？簡単ですね。レンチ1本あればできます、はい、そうですか、はい、ガッていってガコッてやってガコッてガコッて、そうです。あとはこれですかね、うん、これちょっと名前忘れちゃったんですけど、はい、なんていうんですか、こういうの、これはリアスポイラーみたいな。そうですね、まあ、リアスポイラーの一種みたいな感じですかね、はい、まあついてます。存在感が正直あまりないんですが、ただ自然についてる感じがしてね、結構私的には好きなんですよね。そうですね、はい、ウイング変わってて、はいはいはい、ちょっとこういかつくなってるじゃないですか、はい、なんで後ろはこれぐらいが良かったんですよね。あ、なんかないと寂しいんですけど、これぐらいだったらあるとかっこいいかなみたいな感じがして、はい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 、これは良かったかなと思います。センスいいじゃないですか、そう考えるとありがとうございます。こちらが純正オプションのリアゲートスポイラーという形になりますね、はい、これもこれでかっこいいと思うんですけど、はい、私これ、はい、シビック最初全然知らなかったんで、これが純正だと思ってました。そうなんですか、はい、したらあれなんか違うなと思ってそっか、はい、もう中古で買った時はこれがついてたっていう、もうこのスタイルだったので、はい、あれちょっと待って、カキさん、はい、なんかギザギザついてますけど、あ、これさっき駐車場で、なんか竹千代さんっていう方の車から、はいはい、ちょっとマグネットだったんで拝借してきて、はい、ちょっとつけて、そうなんですか、はい、竹千代さんっていう人いい人ですね。そうなんです、すごくいい人で、なんか、うん、笑顔で譲ってくれました。本当ですか、はい、私が脅さなくても譲ってくれました脅すんだ脅すんだ普通にこれはつけてどれくらい経つんですか？まだ1時間ぐらいですかね実はですね、皆さん、そのインプレした動画もございますので、ぜひ最後までご覧ください。安定安心の無限の爪引っかき防止なんちゃらっていうのが、そうですね、これ最初から、はい、中古で買った時から付いてるんですけど、浮いちゃってるんですよね。そうなんですね。これどんだけ貼ってもすぐ浮いちゃうんで、もう諦めました。あ、なるほど、はい、よくねこういう言葉がありますけどね、諦めたら試合終了諦めが肝心という言葉もありますねうまい。タイヤもすごいの履いてるようなイメージがあるんですけど、すごいスポーツタイヤですか、これ。これは芝、はい、タイヤですね。芝タイヤ、はい、なんか芝タイヤってどっかで聞いたことがあるんですけど、最近ドリフトと、最近なのかな、ドリフトやってる
タイヤの、はい、タイヤ屋さん、タイヤ屋さんではないのかな、わかんないですけど、新車から多分ついてたタイヤで5年ぐらい経ってたんで、はい、今回なんか変えたいなと思ってたんですけど、はい、どう考えても国産高くてですね、うーん、ちょっとサーキットとか将来的に走りたいなと思ってて、サーキットも走れるタイヤ欲しいなって思うと、国産だと最低ラインが16、7万高いですねだったんですよね、はい、いいやつだと本当19万ぐらいしてたので、はいはいはい、もう半分以下です。ってことは1本あたりで計算すると 1万5000円ぐらいですかね。でかいっすね。で工賃込みで、はい、8万円ぐらいでしたかね、全部で。結構お安く。燃費とか全然知らないですけど、うん、まあ、燃費は多分悪くなってますね。なるほど。その代わり何か得るものとかありそうですか？ああ、そうですね、ロードノイズです。ロードノイズ、ロードノイズを得る。ロードノイズと路面の砂利は得ますね、はい、ああ、なるほど。砂利すごいですね。砂利すごいんですか？こんなに砂利あるんだってくらい拾います。で、まあ、デメリットというか、まあ、そんな話ばっかりじゃあれですけど、はい、山走っても安心感はありますし、まあ、別にそんなめちゃくちゃ攻めるようなこともないんで、はい、その限界とかは全然わかんないですけど、はい、安心感はあるのと、まあ、雨でも普通に走るんで、あ、行けちゃいますか？まあ、全然大丈夫ですね。へ、はい、一見なんかウェットだと滑っちゃうのかなってイメージがあるんですが、そこまで感じないですか？そうですね、そんなに気になったことがないのと、まあ、雨の日にそんなに飛ばすこともないいうのはありますかね。あの、普通に走るのは問題ないですって感じですかね。なるほど、はいはい、グリップ力っていうのはどうですかね？グリップ力は別に前のタイヤでもノーマルタイヤでも滑るようなことはなかったので、はい、そういう意味では限界の高さとかは分かんないですけど、はい、剛性感がありますね。剛性感、はい、何ですかね、ハンドルを切った時の反応の良さって言えばいいんですか、はい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 、とかが前のタイヤよりもいいなって思います。へ、はい、何よりパターンがかっこいいですね。パターン、これかっこいいですよね。パターンがいいんですよね。いや、私もこれすごいいいなと思いまして、なんだろうな、これ普通になんかレーシングタイヤって言ってもおかしくないようなパターンですよね。一応そのままあのサーキット走って帰ってこられるタイヤっていう、はい、感じですね。すごいですね、はい、なんすか、カッキーさんもサーキットを視野に入れてるってことなんですか？サーキット走りたいなって思ってるだけです。願望、はい、願望です。いつか実現したいなって。なるほど。過去に走ったことはあるんですか？サーキットはないんですけど、はい、ジムカーナは何回かあって、その時はシルビア乗ってたかな、はい、シルビア、はい、当てましょうか。 S14 です。マジですか？合ってます。後期でしょ？そうです、よくわかりました。やっぱりこれね、あの、実はカッキーさんと私世代が近いんであれなんですけど、やっぱりね、 S14 といえば後期なんです、ね、そうですね、後期の、うん、あの釣り以上、外装面でございました。そしていつでも怪しいカッキーさんでございますので、お帰りはあちらになります。気をつけてお帰りください。あそこにも変なおじさんが2人いますけどね。はい、ということでエンジンルームの中はどうなってるんでしょうか。そして綺麗なのか汚いのかチェックといきましょう。ですね、多分汚いです、多分汚いですか、はい、自信がないということですね。自信はないです。さあエンジンルーム、おーっと、ここは今度はオレンジから打って変わりまして赤々しい感じが見えてまいりました。おー、もう早速ブリッツのサクションパイプがついてますね、はいはい、これなんですか？これなんかアドパワーっていう、はい、なんかこれをつけると馬力が上がる的な代物なんですけど、はい、まあようわからんないです。それからエアクリーナーの方なんですが、はい、こちらフィルターとかは変わってらっしゃいますか？あ、そうですね、フィルターはスプーンのフィルター入ってます、はい、あ、スプーンのフィルター、はい、ということは色が白。え、黒です。え、黒っすか？はい、確か黒です。スプーンって黒あったっけ？周りが黒で、はい、フィルター部分が茶色、茶色そうですね、エンジンのような。あ、そうなんですか、はい、あ、あの FL の亮さんもいらっしゃいますね。はい、どうもこんにちは。いや、でもエンジンルーム綺麗じゃないですか？そうですかね、はい、あの、まあ、見えるとこだけ拭きました。あ、この辺埃かぶって。あ、そういうのはもうなんか触ると危ないかなと思って触らないようにしてます、ね、なるほどですね。はい、はい、でも結構綺麗にしてらっしゃるなってイメージがございますし、あと気になるのが、はい、これなんですか？これ。あ、それはですね、はい、あの、もともとタワーバーをつけてたんですけど、タイヤとサスペンション変えたら、はい、タワーバーのせいで、はい、なんかふにゃふにゃしてる感じがしちゃって、
で一回外して山走ったら、はいはい、あ全然こっちの方がフィーリングがいいっていうことでタワーバー取っちゃったんですよ。取っちゃったんですね。なんで皿だけ残ってて、あ、はい、その名残ってやつ、ね、名残ですね、はい。まあ、いわゆる昔の戦国時代のお城で言ったら何々城址みたいな感じの城跡みたいな形でございます ね。 そうですね。素晴らしい。これ外すのちょっと力大変で、はいはい、結構なトルクなんで、ちょっともうめんどくさくて、はいはい、もういいやいいやと。確かに FK あるあるなんですけど、逆に剛性面がもともと純正が良くて、はい、タワーバーを入れるとそのバランスが崩れちゃうっていう噂もあったんですよ ね。 そ, うね。それをカッキーさんは体験したっていう感じだったんですね。そうですね。なんかフィーリングが嫌な方に変わっちゃったんですよね、はい、はい。人生のフィーリングも嫌な方に行ったとかね。人生のフィーリングは上々ですよ。上々です。そりゃそうですよね、はい、失礼なこと言うなと思った方はグッドボタンよろしくお願いいたします。さあ、そしてああリストバンドついてますね。これなんかもう、はい、あのお年玉じゃないですけど、はい、なんかたまたまなんかやりたくなって、はいはい、買っちゃいました。これは安く買えるから手頃にできていいですよね、はいはいはい。最初スプーンと悩んだんですけどね。スプーンと悩んだ。青かなんかと悩んだんですけど、もうフォークでいいんじゃないですか。あ、なるほど、はい、あ、これアルミテープ貼ってるじゃないですか。そうですね。あの効果があるかなんかはさっぱりわかんないですけど、はい、これもなんか やりたいなっていうやりたい病が、はいはいはい、発病して、はい、アルミテープを、はい、ちょこっと貼ってます、うん、はい。ということで室内の方を見ていきましょう。失礼いたします。お邪魔します。お願いします。失礼します。おっと、なんかいきなり飛び込んできたのがこうアルコール的なものが。そうですね、あの、はい、コロナ対策中なんでこの車は。なるほど、はい、もうすぐにアルコールでプシュッシュッシュできる、はい、いやいいっすね。あの増設してます。素晴らしい。ドリンクホルダー増設中です。あ、なるほど、はい、ドリンクホルダーにアルコール入れてって感じですね。そうですね、はい、いやこれはねすごくねお優しいんじゃないですか。環境に、環境にかわかんないですけど。すいません、失礼します。はい、います。おー、さあカッキーさんの内装の方なんですが、なんかいろいろと変わってるというか追加でつけてるイメージがありますよね。ブーストメーターついてるじゃないですか。はい、これ前からついてて、はい、アナログなんでピコピコ動いて、はいはいはい、もうめちゃくちゃ楽しいですね。これだけがついてるだけで、うん、なんか気分はレーサーみたいな感じが。おお、レーシーな感じ。あ、しっかりと反応してくれますね。あ、反応は全然いいですよ、うん、かなりいいですよね、はいはい、レスポンスはいいです。いやー、かっこいいな。これそこにつけたことによって、はい、なんか視界が悪くなるとかってあります？全く感じないですね。感じないですか、はい、はー。私のまあ身長それなりに高くて、はいはい、座高があるからかもしれないですけど、あの元々ボンネットがあるとこぐらいにしかこれが来ないんで。あ、そうなんですね、はい、あ、じゃあ身長がある方でしたら、そうですね、まあ、気にならないかなっていう、はい、何も気にならないですね。なるほどなるほど。ここにもなんかついてますけど。あ、そうです、ね、これは何ですか？これは TPMS って言うんでしたっけ、はい、タイヤの空気圧をモニタリングできるやつですね、はい。そうなんですね、はい、見えますかね。あ、見えました見えました、はい、で横に書いてあるのは温度、はい、はいはいはいですね。で結構なんかバラバラなような気がしますけど。そうですね、これ多分、走って冷めてくると、はいはい、ちょっとずつ落ちてきちゃうんで。あ、また走り出すと、はい、大体今これ温度が多分全然違うんで、はいはいはい、同じぐらいの温度になってくると多分同じぐらいのになってくると思います。あ、なるほど、はい、右から左に舐め回すように行きましょうということで、室内の方もこのオレンジのラインがヒューッと入ってるような感じですよね、はい。これもやはり元からついてたような感じですか？前のオーナーがつけてました、はい、なるほど。そして飛び込んでくるのがシビックエンブレムが飛び込んできまして、 VTEC ターボなんてついてもらいますが、はい、これは純正、はい、まあ、元々純正がこれの色ですよね、はいはいはい、でさっき外で紹介しましたけどブラックエンブレムに、はい、エンブレムに変えてあって、はい、まあ、外した時に、はい、なんかもったいないなと思って、うんうん、とりあえずここにつけとくかと思って、はい、つけときました。いや、ここにつけるのもなかなかありなんじゃないですか。でこの VTEC ターボも、はい、よくある多分やつだと思うんですけど、これもついてたんですよ、前のオーナーがつけてて。あ、そうなんですね。でこれも、まあ、はい、もったいなかったんです。で、はい、室内に持ってきちゃいました。なるほど、はい、もうとにかく外に銀をやりたくなかったんですね。銀を取りたかったんですよ。
これ撮って正解ですよね。全部撮っちゃいました、ね、はい、若干眩しいです。眩しいですね。たまに西日っていうんですかね、あの、はい、横から日が入ってきた時にちょっと眩しい時があるんですけど、はい、まあ許容範囲かなと思って。助手席乗っててももうなかなか光ってくるんですけど。あーなんですか、これシフトノブ変わってますね。そうですね、はい、シフトノブは、はい、まあ、ここから変わってて、これが、はいはい、シーカーだったかな、シーカーのオレンジで、オレンジいいなと思って買ったんですけど、はい、まあ、若干色味が合わないんでつけてからうーんって思ったんですけど、うん、はいはい、まあもう致し方なしなんでこのまま使ってます。なるほど。でスプーンは縦型が良くて、うん、縦型のノブで、あと軽いのが良くて、はいはいはい、あとはジュラコンか、うん、冷たくなったり熱くなったりしないんでこの素材。あ、そうなんですね、はい、夏でも冬でも全然あらららら握れるタイプですね。握り握りできちゃう、握りできちゃう。これ触り心地いいんですよ。触っていいですか。触ってみてください。アルコールやった方がいいですか。あ、いや大丈夫です。いいですか。これなんかこう撫でてみてください。あ、あ、すごい。良くないですか、うん、これ。なんかね、ちょっとこう癖になる。そうなんですよ。だからこうやっちゃいますよね。こういうこういう風になっちゃいますね。そうそうそう。いいですか。いいですよ。ああ入れやすい。そう入れやすいんですよ。これいいっすね。これすぐ外れるもんなんですか。あ、これ回せば外せます。サクッと回っちゃうとシフトチェンジするときにあれなんで、はい、手袋かなんかして、はい、いつも回してます。なるほど、はい、交換するときは ワンチャンね、これ外れたら持って帰ろうかなと思ったんですけど。なるほど。他のシフトの方あげましょうか、後で。なんかあるんですか。あの丸型ですか。あ、丸はいや、丸はいらない。あ、この辺もなんかついてますよね。あ、そうですね、はい、これはシビック買って多分一番最初に、はい、つけたんですよ。なんかもともとなんかやっぱここもなんかついてて、はい、剥がしたら傷ができちゃって、はい、やべえと思って剥がしたその傷を隠すためにちょっと大きめのを探して、はいはい、これメイドイン UK ですよね、うん、すごい。ホンドアタじゃないですか。ホンドアタです。いや、これがもうあるとないとは大違いなので、はいはい、もうこれ買ってからさらに、うん、はい、楽しくなりましたね。本当ですか。入れた理由ですとか何かあったんですか。なんかシビックがとにかく楽しくて、はい、いじりたい病っていうんですかね。なんかとにかく何かやりたいなってのがあっていろいろ見てて、はいはい、ECU なんて自分でいじれんだと思ってたのが一つと、はい、レスポンスが悪いのと、うん、まあ、回転落ちギクシャク感っていうんですかね、はい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 、がどうしてもやっぱなんか昔乗ってたマニュアルと違うなと思ってて、はい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 、それが気になってこれ使うと改善するよっていうのを見たんで、はい、興味を持って、はい、って感じですかね。実際どうでした、はい、これないと走れないです、ね、走れないですか。いや、満足感めちゃくちゃ高いですね。高いですか、はい、気になるのがレカロ。そうですね、入ってますね、はい、これはまだ入れて1ヶ月なんですけど、はいはい、レカロのフルバケを入れちゃいました、はい、おー、フルバケですか。そうですね、ちょこちょこ話したんですけど、うん、サーキット、まあ、ちょっと将来的に走りたいなと思って、はい、レカロ入れようかなって思っていろいろ示唆して、はい、まあ、あとブリッドも示唆したんですけど、その中で一番良かったんで、はいはいはい、これにしました。なるほどです。すいませんね、あのカッキーさん分かんないと思うんですけど、はい、このシルエットがね本当にね面白いんですよ、シュールで。え、どういうことですか。こういうシュール、本当だ。なんかやばい人みたいですね。ただのやばい人になって。まあ、やばい人がやばいレカロを入れて、やばいホンダを入れて、ね、真っ黒にオレンジラインの車に乗ってると。素晴らしい。身長何センチあるんですか。身長180ですね。うわ、高いですね、はい。なんでレカロってよく下がるっていうじゃないですか、はい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 、私逆に純正が一番下げてもなんかこう高くて、はい、あで純正に私クッションして、はい、あのちょっとこうホールド感高めるクッションを入れてたので、はい、余計にその分上がっちゃうのもあって、はい、やっぱ目線が嫌なの、気持ち悪かったのと、うん、あとはまあこの振られっていうんですかね、はい、横にこう振られる G かかる時の、まあ、やっぱ支えがどうしてもなんですかね、フルバケに勝てるものはないので、はいうんはい、これはもうフルバケだろうと。なるほど。思って、はいはい、正解でした。今のところ大正解ですね。大正解。腰も痛くならないですし、はい、ポジションも思ったより悪くならないですし、うん、シフトチェンジがちょっとこの2速に下げる時が、はいうんはい、
ここの出っ張りとこの高さがちょうど合うんで、はいはいはい、突き刺さって痛かったんですけど、それも1ヶ月で慣れましたね、はい、あ本当ですか、はい、ずっとのこれにします。車変えてもこれいけるんで。本当ですか、はい、人生100年計画。そうですね、あと何十年あるか分かんないですけど、はい、ここに1000って書いてあるから1000年いっちゃいましょう。1000年いきます、はい、行きましょう。妖怪です、ね、妖怪ですいやいいっすね、椅子だけにいいっすね。なるほど、アクセルの位置を少し変えてらっしゃるということで、はい、そうですね、はい、竹千代さんの動画でも少し出てくる場面があるんですけど、どうもアクセルが奥に奥まってるので、うんうん、まあヒールトゥーしづらい、はいはい、重ね上げして何ミリか分かんないですけど、まあ、結構ヒールとやりやすくなってますね。なるほどなるほど、はい、そうなんですよ。私というかね、竹千代っていうなんかどんくさい変なやつがよく言ってましたよねヒール&トゥーがやりにくいやりにくいとかっつってね。それからドリンクホルダーかっこいいじゃないですか。あ、これあれですよ、あの某量販店のオリジナルです、はい、オリジナルですか、はい、え、これもオリジナルですか。なんかここにテープみたいになってます、ね、これは、はい、そうっすねもっと私あんまり細かいこと気にしないタイプなんですけど、これがないとスマホ挟めないんですよ、はい、あ、そうなんですか。ここにボタンがついてて、はいはい、スマホグッと押すと、はい、こうあ閉じるんですよ、はいはいはい、ただちょっと私の使ってるケースが厚みがあって、はい、そのボタンに届かなかったんで、ボタンをかさ上げしてるんです。そうなんですね、はい、ちなみにスマホ沼はハマってませんですか。大丈夫ですか。あ、スマホ沼ハマりましたね。まあ、この前の車につけてたやつとかも、はい、その前の使ってたやつとかも、はい、多分あって3つ4つ試したんですけど、これが最高でしたね。これが最高ですか。これ最高です。あ、取り付け位置的にもカッキーさん的に結構ここがベストポジションかなっていう感じ。そうですね、はい、逆にあっちの運転席側のエアコンの吹き出し口につけるとかってイメージは最初はあったんですけど、はい、延長充電ケーブルっていうんですかね、うん、このケーブルを持っていくのがただ単にたるかっただけです。なるほどね配線処理とか苦手なんですよ。配線処理とか苦手なんですよ。あ、そうなんですか。はい、基本適当なんで。すごいですよね、この適当感がすごいのが、ここすごい生活感出てますよねここでもまとまんなくないですか。まとまりますよ。まとまんないですよね。まとまりますよまあこっからだと完全に死角になるから全然問題ないです。気にしたことなかったですもん、言われるまで。今でもこうやって助手席で毎回よいしょってなると、なんだこれ、うわ汚ねとか言ってライトは LED にしてますね。あ、ライトは LED ですね、はい、あ、これはもう多分 FK あるあるだと思うんですけど、はい、暗くてマジ見づらい。あ、わかります、はい、めっちゃ暗いですもんね。初めて夜運転した時に、はい、止めて、ま、なんか見ようと思って、うん、照らした瞬間に、はい、何も見えねえじゃんと思って、うん、これ確か速攻でネットで調べてなんかいいのないかなと思って変えちゃいましたね、はい、なるほど。これすごい照らし出しがめっちゃ明るいですね。これ明るいんですよ、はい、これ確かなんか3段階ぐらいに変えられるんですけど。あ、そうなんですか、はい、一番明るいやつにしてこっちも、はい、あーいいな。実は私もねチャレンジしてこっち側のつけられなかったんですよ。後期と違うんですよね。違います、前期と後期。はい、はい、確か前期ってもともとそっかハロゲン仕様だから。そうなんですよ、はい、暗いんですよ、めちゃくちゃ暗いですよね。めちゃくちゃ暗いんですよ、はい、実は後期も LED なんですけど、はい、純正暗いんですよ。あ、そうなんですか、はい、だから変えたかったっていうのもあったんですけどね。なんか後期は LED だからいいのかなと思ってたんですけど、うん、全然そうっす、はい、暗いっす。これスプーンの、はい、ワイドミラーっていうんですかね、あに変わってますね。変わってるっていうか貼り付けてますね。貼り付けてるような感じ、はい、見やすさは満点ですか。これ見やすいですね。私昔の車からはい、ワイドのやつが好きで、はい、まあ、よく被せるやつあるじゃないですか、あれずっとつけてたんですけど、はい、で前の車からの引き継ぎでつけたんですけど、ちょっとどうにも不格好になっちゃって、はいはいはい、なんかいいのないかなと思ったら、はい、スプーンのこれがあって、うん、もう両面テープでペカッと貼っつけるだけなんで、はい、なんていうんですかね、すっきりしてる。いいですよね。のでいいですね、はい、ワイドだと後ろの子供の顔が見えていいんですよ、うん、ああなるほど、はい、はいはいはい、子供が寝てるとか、うん、なんかこうパッと見た時に子供何してるかなみたいな感じで。10連ガチャとかやってんじゃないですかね、もしかしたらこれなんすか、これ。あ、それは、はい、レーダー探知機のレーダーです、ええ、ああなるほど、はい、ネズミ捕りとか検知してくれますか。検知してくれるやつですね。どうです、役に立ってますこれ。まあまあですね電源を取るっていうのを自分でやってみたかったんですよ。おー、
で電源を取るっていうのを自分でやって何をつけるんだっていうのが後から来て、はい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 、ただ電源を取るっていうのをやりたかったんですよで面白いっすね、電源ってどっから取るような感じ、あのヒューズ電源です、あヒューズ電源ですね、はい、取るって言ってもヒューズ電源なんですけど、それでも自分の中では結構やった感があって、まあ、小さなことでも大きな一歩につながるというものがありますからね、結構苦手な方なんで、なるほど、はい、自分でやるの、あこっちにもモニターがあるんですね、そうなんですよ、ピボットの、ああ、ピボットって昔ながらの懐かしいデジタル表示するやつですね、はい、そうですそうです、これに水温と吸気温と、はい、あと電圧か、はい、とか表示させてます、おおピボットって出てきました、ああなるほど、これで、はい、3つの表示にして、はいはいはい、表示できるものがいくつかおあって、はい、確か FK なのは、うん、正式には対応のあれが出てないんですけど、あの先人たちが使ってる方がいて、はい、水温とか問題なく表示されるよって教えてくれたんで、うんはいはい、自分もこれも確かオークションかメルカリかなんかでめちゃくちゃ安く買いました、なるほど、はい、わあもうね安ければ安いほど今度は動けばいいんで、はいはい、だ1万円出しても2000円出してもやること変わんないんで、そうですよね、はい、結局はそこですよね、はい、いやそこに表示されるのはいいですね、これいいんですよ、はい、すごくいいです、うんはい、なんかいいなと思います、全然邪魔じゃないです、なんかすっごい変な格好で映してて腰が痛くなっちゃってお直りください後部座席の方なんですが、何か取り付けてらっしゃるものとかありますか、テーブルです、テーブル、はい、きたーテーブルこれは見ないでくださいねとかあのカタ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 言ってうるさいんで、あーなるほど、ここにボトルとか置くとちょっと、はいはいはい、とりあえずボトルがカタカタならないようにしてだけ振動防止というか、はい、なんかですね、まさかのレカルにテーブルっていう、いやいいっすよね、はい、これ斬新ですよ、やっぱですね子育てしてると、はい、これがあると楽なんですよ、はい、やっぱりだきっとあの、はい、他の視聴者様もですね、はい、ご家族持ちの方結構いらっしゃるんですよ、はい、それそれって多分言ってますよ、これあるとないじゃ大違いです、ね、違いますか、はい、さらにそうですね、これなんですか、フルバケですか、これそうです、はい、アプリカのフルバケです、ね、フルバケすんごいごついですよねそうなんです、回転もするんですよ、おーすごい、いやめちゃくちゃいいじゃないですか、そうなんですよ、チャイルドシートですね、チャイルドシートがということでFK もちゃんとつくんですね、あそうですね、多分今の車はほとんどついてると思うんですけど、このアイソフィックスって言って、はいはい、あのチャイルドシートつける規格、はい、共通の規格があるので、はい、もうここにパコパコってはめるだけ、あそうなんですか、はい、どれぐらい所要時間ってかかるものなんですか、これ取り付けですか、取り付けするときに3分、3分はい、えウルトラマンが戦って終わったみたいな感じそんな感じです、そんなに簡単につくんですか、はい、カキさんが座ってるところにも取り付けは可能、あそうですね、ここにアイソフィックスあるんで、はいはい、左右、はい、これ使えば、はい、あの同じような感じではめられますね、はい、これやっぱりファミリーカーとしても全然十分にいけるじゃないですか FK7、 いや十分ですよ、これもうすごい広いですからね、これすごいですよね、はい、180センチのカッキーさんが座っても、うん、全然余裕です、ちょっとゆったりしてる、レカロにしてからここがさらに広くなりました、うん、あ拳何個分だ、2個分ぐらいですか、拳2個入りますね、私で、入りますよね、180の私で2個半ですかね、はい、素晴らしい、さらにヘッドクリアランス、ヘッドは拳1個入らないですかねって感じですか、ですね、いや素晴らしい、もう十分じゃないですかね、うん、やっぱり居住性にも優れてる FK7 っていう感じですよね、さらにチャイルドシートのフルバケを入れても、はい、十分に働く今日この頃、はい、そして気になるのが後ろになんかリアカメラみたいなのがついておりますが、あこれですね、はい、これは純正オプションですかね、もともとついてました、なるほどなるほど、はい、いいですね、あれカメラこっち向いてます、これいやこれちゃんと向こう向いてますよ、あなるほど、大丈夫です、じゃあお帰りはこちらになります、あはい、はい、まずじゃあメリットからですけど、はい、走りがいいですね、走りがいい、はい、はい、まあ、だからそれに尽きるかなって気はするんですけど、確かに、まずやっぱ、うん、1.5 リッターターボってなんかそんなでもないのかなって思うんですけど、はい、純正で180馬力出てるっていうところもあって、はい、まずパワーとか、うん、まあ、速度とか乗せ方とかは全然申し分ないですし、はいはい、あとはハンドリング、はい、車体の剛性感とかも、やっぱ FK8 譲りの剛性感があるっていう風に言われてるんで、うん、まあ、そこもやっぱハンドリングに出てるかなって
思いますね。そうですね、はいはい、あとは燃費、燃費、はい、びっくりするらいいですよね、はい、いいですよね。正直、まあ、ホンダタでちょっと書き換えてるっていうのもあるんですけど、はい、まあ、それでも高速だと19とか走って、街乗りはまあちょい乗りばっかだと10ぐらいですけど、うん、はい、まあ、ちょっとロングで街乗りすれば12、燃費走行すれば3、うん、4って感じで伸びていくんで、はいはいはい、これまで乗った車の中で抜群に燃費がいいですね。なるほど、はい、多分居住性はまあ広くて必要十分な広さなんで、うん、はいはい、十分あのメリットのかなって思ってますね。家族乗っても1泊2日、はい、旅行全然問題ないですし、うん、はい、確かにね、それはすごくいいですよね、はい。私の場合は結構独身の身でございますから、一人に乗るパターンが多いんですよね、うん、だご家族の方の意見とかもすごく参考になるなと思います、はい、維持費の安さ、あ、まあね、燃費にも関係してくるんですけど、はいはいはい、1.5 リッターということで税金安いのと、はい、うん、まあ、燃費もそうですけど、はい、うん、やっぱそこはいいですね。あとは回収車なんで多分、はい、交換部品もそんなに高くないですよね。そうですね、はい、なんでその辺はやっぱ経済的にも、はい、もちろん軽自動車とかに比べたらそれはお金かかるんですけど、普段楽しんで乗ってますからね、はいはいはい、それにかかるお金っていう意味では、まあ、妥当かなって思いますね。そうですね、うん、無駄にお金がかかんない車ですね。ちょっとここは微妙だったなっていう点とかありますか？そうですね、ナビの角度悪くないですか、うん、あ、ナビの角度ね、これ言われてみればそうかもしれない。なんか、うん、ポジションのせいなのか分かんないですけど、はい、やたらと朝日とかが入って見づらい気が、はい、あ、見づらくなるタイミングが多い気がするって言えばいいですかね。言われてみればそうかもしれない、はい、あの本当に角度が上向きに向いちゃってるんですよね。でよく変えられるやつあるじゃないですか、はいはい、変えられないですよね。あれ変えられるんですかね。純正ナビは変えられないです。あ、ですよね、確か、はい、確か変えられないです。なんで、はい、それが悪いところ一つですね。二つ目がドリンクホルダーがやっぱちょっと使いづらいかな。特にマニュアルだとやっぱここにこうやっぱちょっと500のペットボトルとかは若干気になる高さかな、はい、当たっちゃいますもんね、手がね。ですね、はい、あとは使い縦なんで、はいはいはい、なんとなく使いづらい感がありますかね。確かにね、はい、1個増設してるぐらいなんでここにね、はい、多分600ミリとかのペットボトル入れたらもうアウトかなって感じですよね。600はダメでしょうね。500でも当たりますからね、はい、そうですね、はい、うん、この使いにくさですね。この中の使いにくさですかこことにかく、はい、使いづらい。あららららららら、ね、USB 挿すにも、はい、まあ、1回挿しちゃえばそんなに出し入れしないですけど、うん、使いづらいですし、シガーもそんなとこどうやってこうなんていうんですか、わかるわかる、ね、手を伸ばすのって感じですし、はい、普通だったらこの辺とかにあってスポスポやりますよね。そうですよね。運転席からやるといちいちここからこう手を伸ばしてよっこ一緒みたいな感じだから、そうなんですよ、すっごいやりづらいですよね、はい、だからか、だからここもごちゃごちゃになってる、ね、もうやりづらいからどうでもいいやバロみたいな。そうです、やりづらいのと見えないっていうのがありますね。なるほど、はい、その結果、その結果このような無残な姿になってる。そうですねホンダータどかせば綺麗じゃないですか、うん、いや汚いっすよ逆に言うと、はい、配線長いやつは、はい、ここに溜めるのが一番いいじゃないですか、見えないんで。まあ見えないからね、はい、それは一理あると思いますよ。こっから出しちゃうと、うん、この辺に溜めるわけにいかないじゃないですかそうね、はい、ここは思い切り見えるし、はい、ちょっとここいい感じの収納スペースになる場合もあるので、そう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 、ちょっとテンション下がるじゃないですか、はい、汚いと。ここ汚くてもテンション下がらないんで。いや、めっちゃ下がりますけど。いや、そうですかこれ見た瞬間にうわーってなりましたもんって、まあ、確かに、まあ、その配線云々はなしにして、ここのスペースプラスこんなところにシガーソケットと USB があるのはちょっとどうかなっていう感じですよ ね。逆にこれ配線がなかったとして何置くんですかって感じじゃないですか、はい、あの3連シガーソケットをここに置いて固定して配線をきれいにする、はい、それ配線ですよね結局配線だということで以上3点、はい、ちょっと悪い点でございましたということで、はい、お帰りはちらになります、はい、ありがとうございます。お疲れ様でした。ちょっと降りづらいんでこのままで、あ、すいません演奏したらそう言っちゃう、言っちゃうあの期待しちゃいますけどシェブロンを後ろに取り付けたわけなんですが、
どうですか、楽しみですか。そうですね、はい、どんな感じで変わるのか、はい、うん、楽しみですね。ちょっと鈍感なんで分かるか分かんないですけど、はい、分かんなかったら多分相当やばいですよ。本当ですか、はい、そんなに違います。結構変わる。そっか、はい、でも期待は結構してます。分かりました、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあお借りはちらになります。はい、後方確認、前方確認、左右全部よーし。さあ出発でございます。はい、さあどうなることやら。変わりました。え、ちょっとこれで分かんないですよ。確かにあの走り出しはそんなに変わらないというか、はい、感覚はないんですが、まあ、ちょっとこうスピードを出した時の曲がりカーブとかが、はいはいはい、結構曲がりやすいんじゃないかなって思うんですよね。なるほど、はい。あ、やっぱりホンダアーター入れているだけありまして、はい、その辺のチューニングとかフィーリングが良くなってるっていうのが助手席でも全然いいですね。感じますね。なあるとないじゃ大違いなんで、ない時代には戻れないですね。それから足回りもやっぱりいいですね。これすごいいいですね。あの街乗りも全然問題なく、はい、はい、おすごい。あ、曲がる曲がる。なるほど、あ、なるほど。どうです。あ、まあ、まだ初っ端のカーブですけど、いや、はい、軽いです。軽いですか。軽く感じますね。あ、さあここはカーブ、右カーブが今出てきまして、ちょっとした S 字になります。さあ右入って左カーブ、ここがちょっときついカーブ。さあこれで、あ、あ、感じました。はい、おお、あの、なんだろう、はい、軽っ、あのひらひら、あ、なんですか、右左、うん、左右、右左とかっていう時が、はい、全然切り返しが違いますかね。スーッと入ってスーッと出てくような感覚がするんじゃないかなとは思うんですよね。そうですね、はい、スーッと入っていく感じは、はい、あります、今までよりも。あ、本当ですか。さっきの、はいはい、ちょっとスピード出てるような、はい、左右とかの切り返しの方が、はい、はすごく分かりました。あ、分かりましたか、はい、さあ左の交差点でございます。交差点をちょっとクイック気味に曲がってみましょう。さあどうでしたでしょうか。あ、なるほど。まあなるほどレベル、ね、なるほどですね、はい、ただやっぱり、ね、助手席に乗ってる感覚ですと、はい、やはりそのホンダアタでいじってるだけありまして、そのフィーリングですとかそういったものがかなりスムーズにスーッてそうですね、いくような気がしますので、あの、はい、セッティングなのか分かんないですけど、ドッカンな感じもそんなないですよね。そうですね、あの私イメージがもうドッカンだろうなと思ってたんですけど、それがなんかちょっと、はい、ドッカンじゃないごめんなさい、いえ、大丈夫です、大丈夫、問題ないです。かぶせちゃって、すいません、逆に申し訳ございません、ね、すいません、はい、ではちょっとこのセットアップと申しましょうか、セッティングがあの HKS のフラッシュエディターの原子合わせのセッティングに近いかなっていう印象を受けましたね。はいはい、そう、はい、HKS がどんな風に何をやってるかとかは知らないですけれども、たまにエアフローが狂っちゃうからって、はい、HKS の、YouTube 出てるような方とかもはい、はい、おっしゃってたんで、はい、まあ、その辺原子合わせでやってるんだとしたら、はい、まあ、同じようなことをやってるのかなって思ってるんですけどね、うん、そうですね。だから例えばポン付けで給排気いじったとするじゃないですか、はい、それでも最大 20% ぐらい空燃費が来るなんていう。あ、そうですね、はい、その辺うまく調整してセッティングしてくれて総合的にいいバランスが出たのかなっていうのが。そうですね、はい、ありますね。ただしかしカッキーさん、これカラフルですね、あの床下のこれこれ、うん、これあの暗くないですか、 FK めっちゃ暗いっす。めっちゃ暗いですよね、足元、はい、暗いっす。で純正のフットライト、はい、とかも検討したんですけど、はいはい、まあいい値段だったかな。うーん、強、はいはいはい、なんかないかなと思って、はい、1000円です。マジですか、はい、え、これ1000円ですか。1000円です、4本ついて、後ろのどこもちょっと4本ついて1000円。1500円か、まあ、1000か1500円ぐらいでしょ。めちゃくちゃお得じゃないですか。そうなんですよ。あ、これいいじゃないと思って、はい、両面テープでつけるだけだしと思って。そうですよね。でも、はい、なんか色もちゃんと固定できるんですよ、もちろん。あ、ただ今、まあ、カラフルにしちゃってるんですけど、はい、いや、びっくりしました。めちゃくちゃね、なんか明るいなと思っていたんですが、純正めっちゃ暗いですからね。そうなんです。てか見えないですよね、足元何にも。本当見えないです。スプーンのこのサスキット、はい、これもかなり安定感ありますね。これはいいと思いますね、はい、あの
もうホンダータみたいな沼にはまりたくなかったんですよ。はい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 。車庫帳多分俺沼ると思う、性格的に沼ると思ったんで、あのもうスプーンさんが出したセッティング、うん、はい、もうそれに委ねよう。いやそれが一番の正解かもしれないですよ。何も考えずに楽しくなれるんだったらそれがいいかなって思って、もうスプーン、うん、最初はダウンサスだけやろうと思ったんですけど、はい、なんかやっぱりもうどうせこのハンドリングの良さを生かすんだったら、はい、もう頑張ってやっちゃおうと思って入れたんですけど、はいはい、全然乗り心地いいですよね。いや本当助手席乗っていてもすごく、なんだろうな、 まずロール感は全くないっていうのがありますし、ただ全然硬すぎないですよね。そう硬すぎないです、はい、子供普通に寝ますからねこれで。あこれは素晴らしいんじゃないですかね、はい、嫁も全然寝ます、うん、あ本当ですか。全然大丈夫ですね。最初やっぱそれが気になったんですよ。あごめんなさい、もう差し替えて子供寝なくなったらどうしようかなとか、はい、やっぱそれが結構心配だったんですけど、はいはいはい、でまあそれは大丈夫でしたね。全然普通と言いますか、はい、だからせめてよし街乗り乗ってよしのトータルバンサランスに優れた、そうですね、スプーンのサスキットみたいな、ね、ノイズが少なくなりました。それねあります、すごい静かな、はい、あのタイヤを交換して、はい、ノイズの多いタイヤだったんで、はいはい、結構、まあ、うるさいなと思ってたんですけど、今静かだなと思いました。感じました、はい、感じちゃいました。それねあるんですよ。なんか これだけでもいいですね、つける価値ある、はい、ありますよね、はい、だから普通に本当ノイズの激しいところ、特に高速道路とかもそうなんですけど、はい、本当気持ちいいですけど、静かになったなっていう、ね、なんかタイヤ変えてのノイズだったんで、なんでシェブロンつけたらそれが減るのかよくわかんないですけど、なんか静かになりましたね。空力ってやっぱ奥が深いですね。深いですね。タイヤのノイズも減るんだっていう感じ。そうですね、結構びっくりしましたね、はあ、いや感じてくれてよかったなと思いますよ。まあ、そうですね。なんでスピード出した時のそのハンドリングと、はい、もうそうですけど静かになったのはこれは、うん、あの間違いないですね。つける価値ありそうですか。ありますね。いや、はい、これはあると思います。わかりました。じゃあそちらは差し上げません、はい、あれだってあれ私のでしょ。あれえだってもらう気ままだった。僕の車についてます。ついてるついてる、はい、マグネット僕のかなと思って。そうですよ、はいグラサンで間近で見られて怖いんですよ。あそうですめっちゃ怖いんですけど、そうですね、なんかボコられんじゃないのかなって思っちゃう。じゃあお帰りはあちらですか。はい、お疲れ様でした、はい、お疲れ様です、はい、今日送っていただいてありがとうございました、はい、初乗りいくらですか。初乗り700円です。あさあということで恒例のしゃもじタイムなんですが、残念ながら今回しゃもじ売ってなかったんですか。それこれ何ですか。おしぼり、おしぼり、おしぼり置き、おしぼり置き、もしかしてあそこ綺麗にするために、はい、そう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 、あそこのトレー、あの配線隠せない、配線隠す、持ってこるわ。私にじゃんけんで勝たないともらえません。はい、欲しいですか。まあなんとなく欲しいです。最初はグーじゃんけんぽい、残念でしたということでこちらは没収ということになります。それではお疲れ様でした。失礼します。はい、ということでじゃあこちら、はい、ありがとうございます。いただきました。はい、ということでじゃあ今回カキさんのお車を紹介したわけなんですが、いかがでしたでしょうか。もしよろしければですね、チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。もしですねこの動画出てみたいよって思った方も、今はちょっと概要欄のコメントにいただければ、精査はさせていただきますが、こちらからご連絡したいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。あもちろんしゃもじさん欲しいときはじゃんけんで勝たなきゃダメですけどね。はい、それでは最後まで動画を見てくださりありがとうございました。ありがとうございます。ご視聴ありがとうございます。ありがとうございました。じゃあお帰りはこちらですね。はい、失礼します。こういうギャラリーもいますこっちにもいます、こっちにもいます